バワリーに着いたけど、マイケルズ博士は。準備はいいですか、博士。それがデビルズブレス。GR27 だ。あれは。まあいい、気をつけろ。奴らの手に渡れば。大丈夫、我々は無敵です。ああ、そうだろうな。コード381、ケースを移動する。博士、こちらに。今のは何だ？敵だ！ケースを守れ！はいはい、だろうね。ユリ、マーティン・リーを追ってる。博士のデビルズ・ブレスを奴に奪われた。了解、そっちに応援を送る。博士は無事だよ、今のとこで。生かしておいてデビルズブレスを作らせるつもりね。あのトラック止めないと。っていうより戦車？後ろの奴ら片付けないと。続けなさい。うわっ、嘘だろ。もう行っていい？君のボスとデートでさ。遊びたい？喜んで。撃って。セーブル、人殺しするつもり？神が復活して全ての罪人を裁くでしょう。ごめん。リー、そいつを渡せ。
どうなってる？リーは捕まえたの？今頑張ってる！もらっていくよ！何するつもりだ？貴様も生まれ変わるがいい。なんだよこれ。この時をずっと待っていた。この力があれば誰もが思いのままだ。ずっと見ていたよ。視聴者に来るかと思った。なぜ君は来なかった？これは現実、それとも幻覚？ヒーローの不在で多くの命が失われるとは実に残念な結末だ。君と出会ってしまったことであの巡査はここに来る羽目になった。ノーマンの野望に利用されているとも知らず。だが肝心のノーマンは一体どこにいた？こそこそ逃げ出したんじゃないのか？何が起こるか知り、奴は逃げ出した。そんな男が市長だと？ノーマンはこの町にはびこる病原菌だ。病原菌など跡形もなく消し去ってしまえばいい。嘘で塗り固められた仮面をこの手で剥がし、奴の真の姿を白日のもとに晒してやろう。仮面をつけろ！闇を解き放て！遠慮しとくよ！必ず貴様をひざまずかせてやる！まずい。罪のない人々が貴様のせいでこの世から去ってしまった！リーさん、彼らを殺したのはあなた自身だ！君の力があれば、おつぼうも止められる。心を委ねるんだ。多くの人々が倒れゆくのを貴様は黙って見ていた。国に救うことなんてできない。何を悩むか。一人の命で大勢の魂が救われるんだぞ。
事ですか？ああ、盗まれたか。ええ、まずいですよね。かなりな。人気者ですね。解毒剤は？奴らが。ディディスコイア。何がスーパーヒーローだ。人を救うどころか事態を悪化させるとはな。貴様のせいだぞ。僕のせい、護衛してたのはあんただろ。なんだよやる気。やめないか。今はそれより市長に報告だ。彼女と行くよ。ありがとう。君は恩人だ。ユリ、マーティン・リーの居場所まだ見つかってないの？コーヒーショップの目撃情報だと、衝突の後、黒いセダンに乗ったって話。黒いセダンね、どうも。ちょっと待って、車のナンバーだけど、巡回していた私の部下が見つけてくれたの。黒いセダン、カナルとハドソン近辺の駐車場よ。さすが敏腕デカ、行ってみる。スパイダーマン、もしもし、聞こえるか？マイケルズ博士、どこで無線を？セーブルから拝借してね。いいか、奴らはデビルズブレスを交通ハブで使うだろう。空港、バス停、それに電車の駅。そうなれば感染は止められんぞ。そもそもなぜ街中で生物兵器を開発してるんです？北極とかで開発すればいいのに。ノーマンにとって特別なものなんだ。何十年も執着してる。連邦法や州法にどれだけ違反していても彼は気にしない。市民にバレたら再選とはおさらばだね。再選どころか、ハーグ条約の戦犯レベルだよ。なぜ僕にこの話を？あなただって共犯者でしょ。ああ、その通りだ。だが、リーのおかげで目が覚めたよ。これ以上見過ごすわけにはいかない。きっと君ならば、正しい行いをしてくれるだろう。頼む、この過ちから町を救ってくれ。